今回は究極の新兵器を紹介したいと思います。あのナチスドイツが UFO を開発していたという話をご存知でしょうか。これがナチス製 UFO の写真とされるもの。ここにドイツのトラックが見えます。名前はハウニブツバイとある。ハウニブは4種類兵器があったと言われている。ハウニブアインス、直径約25メートル、速度4800キロ、武装75mm、戦車砲1門、乗員8名。ハウニブツバイ、直径約26メートル、速度時速6000キロ、武装80mm、遺伝素カエスカー砲3機、乗員9名。ハウニブドライ、直径71メートル、速度時速7000キロ、武装110mm、80mm、カエスカー砲合わせて14機、乗員32名。ハウニブフィア、重武装のフライトジャイロ、直径120メートル、計画のみ、1946年に製造予定であった。このナチスの地球製 UFO の話は、昭和の時代の伝説のカルト番組、弥生純一 UFO スペシャル第7弾に取り上げられたことで有名になりました。この番組に出てくるハウニブアインスは、機体下にパンサー戦車の砲塔をつけていることで有名です。なんでやねん。これがナチスのパンサー戦車。パンサー戦車砲塔でほぼ間違いないです。先ほどの写真がこういったイラストの元になりました。しかし写真の構造では、戦車のハッチ、キューパラを開けたら乗員が落っこちるのではとずっといじられています。おめでとう、すごいすごい。ただ戦車砲を積んでいるのは試作型のハウニブアインスだけで、他のハウニブツバイやハウニブドライの武装はその光線砲カエスカー砲でした。カエスカー砲。カエスカー砲とは UFO を動かすエンジンであるトゥーレエンジン、トゥーレトリプラからエネルギーを供給される強力な光線砲で、ドイツ語ではカスタイカノン、略称カースカー、英語にするとパウレイキャノンです。日本語で直訳では強力な光線の大砲となる。レーザー砲のようなものでしょうか。おはうにぶナチスの地球製 UFO、 私の武装は戦車砲よ、砲と仮面についてるのよ。あーほー、アホなんか、アホほーとなんか、アホアホやんか、マジほーとやんか。あーほー、アホなんか、アホホーとやんか、マジホーとやんか、アホホー。やった！問題です。すごい設計のハウニブアインスですが、戦車のハッチ、キューパラを開けると乗員が落っこちるというこの問題に対して私は異論があります。なぜならハウニブは半重力エンジンで飛んでいるとされているからです。おー！エンジンの名前をエレクトロマグネティックグラビティブエンジン、略称 AMG エンジン。日本語に訳すと電磁重力エンジンといい、世界初の半重力発生装置によるものとされています。オカルト秘密結社トゥーレ協会が積極的に開発したエンジンであることから、トゥーレタキオネイターとも呼ばれています。つまり半重力発生装置で飛んでいるわけなので、 UFO の中央部分にエンジンがあるとすれば、別にひっくり返っても半重力で乗員は落ちないのではないかと思われます。ただ不思議なのは、なぜハウニブアインスだけパンサー戦車砲を積んでるんだということです。それにはこんな情報があります。基本的にハウニブの武装は強力な光線砲カエスカー砲なんですが、しかし構造が難解であり、設計生産に時間がかかったこと、そして貴重な戦略資源をバカみたいに使用しなければならないため、サーク1号機ハウニブアインスは当初光学兵器を搭載せず、既存の BK75mm 戦車砲を搭載し、砲塔もパンター G 型戦車のものを流用することになったという。これでどう？つまりはいつものといつである。やるじゃないか。ドイツナチスが UFO を製造していた、ニャンコタイガー UFO スペシャル。これがナチス地球製 UFO、ハウニブツバイ手作り紙製模型の写真映像である。21世紀の現在にナチスの亡霊が今、蘇る。ハウニブツバイ。ナチスドイツが二次大戦中に開発したと言われている軍事用 UFO の2型。世界初の光線砲であるカエスカー砲と半重力エンジンで時速6000キロで飛行する。
開発にあたってはオカルト秘密結社のトゥール協会とプリル協会が古代アトランティスの英知とアルデバン星人とのチャネリングにより情報を得て作り上げたと言われている。ハウニブ2型ハウニブ2倍の紙製模型、木も使っています。ナチスドイツらしくバルケンクロイツをつけています。機体上面にも3箇所、機体下面にも3箇所バルケンクロイツがついています。ウェーブ社の模型塗装例、ウーデット基地付属第400戦闘航空団の塗装をしてあります。もちろんこのような機体は実際には存在しませんが、架空の塗装例です。そして何といってもカエスカー砲です。上についているものは稼働はしませんが、この3門は自由に回転します。おー、よくできました。一番こだわったところです。模型の大きさは直径8センチ8ミリ、高さは5センチあります。そんな大きいものではないです。ロマンあふれる超兵器、ハウニブですが、おそらく、ほぼ、間違いなく、インチキ。デマ。悪ふざけ。実際には存在しなかったと言われています。他にもナチスの UFO とされるものは後から新事実としてたくさん出て年々増えてきています。この辺はたった1年の戦争であったファーストガンダムのモビルスーツが毎年テレビには出なかった新型として後から MSV や MSD としていくらでも出てくるのに似ています。脅威マグネットパワーでナチス UFO が宙に浮く。実はこのハウニブ模型、上のこの部分にマグネット、磁石を取り付けています。なぜそんなことをしたのかというと、ハウニブは EMG エンジン、日本名電磁重力エンジンで動いています。かなり大雑把に言うと電磁石で重力を操っているわけです。そこでこのハウニブ模型も磁石で操ろうと思います。操り方はとても簡単、釣り糸を用意します。この先に金属のクリップを取り付け、ハウニブを吊り上げます。これでハウニブが浮き上がります。糸でゆらゆらと揺れ動きながら動く様子が UFO の飛行らしい気分を演出します。実際はこのように手で動かしているだけで飛んでいるわけではありません。ところで、私は動かない模型でなく、走る、飛ぶ、といった実際に動く模型を作ることをモットーにしている人間です。こう思いました。ナチスの地球製 UFO を飛ばしたい。しかし、この形、既存の航空力学、模型飛行機の技術ではまず飛ばすことは不可能。そこで、過去に作ったナチスの宇宙航空機、ジルバーフォーゲル。そのロケット列車式カタパルト、ゴムで飛ばす手作り模型、ジルバーフォーゲル模型のカタパルトで、ハウニブ2倍を飛ばそうと思いました。はい、これがナチスドイツが実際に計画していた宇宙航空機、ジルバーフォーゲル模型とそのカタパルトです。この模型とジルバーフォーゲルについては、過去動画、実際に飛ぶナチスの宇宙兵器、ジルバーフォーゲル手作り模型、上げていますので、詳しくはそちらをご覧ください。ハウニブを無理やり飛ばした動画。当時世界一とまで言われたナチスドイツの科学と秘密結社ブリル協会が持ち込んだアルデバラン星人の超科学、プーレ協会による古代アタランティスの英知がドイツで合体し生まれた超兵器ナチス地球製 UFO ハウニブが、後のスペースシャトルの原型となった宇宙航空機ジルバーフォーゲルのカタパルトで今21世紀にここで飛行する。ほんだヒトラーの UFO が戦後78年の時を超えてと、まあ散々煽り散らかしていますが、どれくらいの距離を飛んでいるのか少し見てみましょう。ここから見た方が分かりやすいので横から引きで写します。 3, 2, 1, 0, 0. まあ大した距離は飛んでないですね。せいぜい2メートルあればいいところでしょう。しかし私はここで大変なことに気づいてしまいました。ハウニブ縦に回転してない？ちゃんと検証してみましょう。後ろから見るこの角度の方が回転の方向を察知しやすいと思うので見てみます。やはり縦回転しています。
科学というのは再現性があるかどうかというのは問われますので、もう一度追試験です。はっきり縦回転しています。なぜ縦回転するのか。円盤状の物体が飛行する場合、通常はこのように横回転しながら飛ぶのが完璧姿だと思います。ところがこのハウニム模型はこのように縦回転してしまっています。飛行機でいう Y 軸、ピッチ安定がない。普通の飛行機は胴体の長さは翼弦、翼の幅の数倍ですが、円盤型は翼の幅が胴体と同じなので、そもそも縦安定が低いです。高さがそこそこあります。単純にもっと平べったくすると縦安定が高まります。頭のこの部分に磁石が入っていることによって、上の方が重くなっていることが縦安定を悪くする原因にもなっていると思います。縦に回転しながら飛んでいく UFO というのは聞いたことがないです。飛んでるというよりもぶん投げてるんですね。そこでニャンコタイガーは新たな地球星 UFO を開発した。問題点を改善した UFO を作ってみました。こちらが今までのハウニム。これが新設計の UFO。 ハウニム2の飛行する上での問題点は全て解決済みの機体です。新設計の UFO ですが、原材料はハガキ、3ミリ角のヒノキ棒、ビニールテープです。ビニールテープは UFO の先端に巻いて芯の位置を調整するのに使います。実験です。飛ぶかどうか。カタパルトに UFO をセット。発射。おお。飛びましたか？明らかに飛びましたよね。前から見ると結構飛んでるような感じはしましたが、この角度で撮影をすると飛んでいる距離が分かりません。ここでまた例のごとく、ここから引きで撮影してみます。これで何メーターぐらい飛んでいるか分かります。飛行距離は約4メーターちょいほどですね。今までニャンコタイガーが開発した日本製 UFO、 これが今まで私が作ってきた UFO 円盤型飛行機です。機動力もありますが、ほとんどが紙飛行機です。ハウニムを除いて一応全部飛ぶように作ってあります。この黄色いのはフライングパンケーキで、過去に動画を上げています。これが最新作のハウニムですね。映像の中に映っていない円盤型飛行機がまだ2機ありますから、私は16機円盤型飛行機を持っています。ではそのうちの1機だけ飛ぶところをお見せしたいと思います。カタパルトで飛ぶ円盤翼機、翼付きです。本当に作っていたナチス製 UFO の正体。実はナチスドイツは本当に円盤型の飛行機を開発していました。それがこれです。へえ。いや間違い、こちらです。どうですか、完全に円盤型のプロペラ機。その名もザック AS6、 ドイツ語でザックアセックス。アメリカ人が聞いたらシモンテラしか聞こえません。開発したのは農民で飛行機モデラーでもあったアーツーさん。元の発端は1939年にドイツの動力付き模型飛行機コンテストに自身の製作した円盤翼機の模型であるアス・アインスをザック氏が出場させたところ、空軍大臣エルンスト・ウーデットの注目を得、継続して研究するための予算と航空企業および軍の支援の確約を得ることに成功した。やったね。エースシリーズは全部で6機まで製作されたと言われており、初代はモデルになったアス・アインス、そこからアス・ワイ、アス・フンフまで合計で4回の試作機を開発したが、制御関連の問題において技術問題や課題が多数発生し、大型化には成功したものの、最終機体である S6 の実用化レベルまでには至らなかった。短い横幅のため、プロペラのトルクに対抗できず、機体は傾いたままであり、安定した飛行が得られなかったという。ナチスが開発した UFO の実物は、とんだポンコツであった。ナチス型 UFO とアダムスキー型 UFO が似すぎていることについて。このナチスが開発したとされる UFO、ハウニム。
ある UFO と形が似ています。それはアメリカ人ジョージ・アダムスキーが実際にあったとされる UFO。 アダムスキー型 UFO とそっくりです。いえ、そっくりならというものではありません。そのままです。ジョージ・アダムスキーが撮った実物とされる UFO 写真。おそらくこのハウニブという UFO はアダムスキーの UFO をヒントに誰かが捏造したものだと思います。ジョージ・アダムスキー。コンタクティ、他の惑星の知的生命体と個人的に接触、会話したと主張する人々の元祖として知られる。後ろにある絵は、アダムスキーがモハーベ砂漠で出会ったという奇跡人オーソンの絵画である。彼が撮影した空飛ぶ円盤は、現在のいわゆる空飛ぶ円盤の典型的なイメージとなった。この一連の写真は、アダムスキーが発表した本物と主張される UFO 写真である。しかしどう見ても、人が乗れるほど大きなものには見えない。ことでも小さなものを写したものだとすぐわかる知るものである。それもそのはずで、アダムスキーが1952年に撮影した円盤写真は1930年代にアメリカ私有地社が発売開始したランタンモデル L46S を利用したものである。ランタンの吊り下げ金具を取り付ける四角い穴と円盤船体の穴の形状と位置の正確な位置など多数の一致が見られることが UFO 研究家のマスコ・ユージ氏により証拠の比較画像を添えて指摘されている。アダムスキーは太陽系の宇宙人があったと主張している。あった宇宙人はほとんどが金星人だが、火星人や土星人もいたという。また、巨大な円筒形状の宇宙船母船に乗り月を一周した時には、月の裏側で谷や都市、草原を走る動物を見たとの主張をした。マーベラス。また、太陽の表面は熱くない、宇宙空間で流星が飛び回っているのを見た。宇宙から地球は白く光って見えたなど。ヤッホー。佐藤の発表や現在科学の観測結果とは著しく異なるため、現在ではアダムスキーの主張はほぼ問題にされない状況となっている。終了しました。改めてナチスの UFO とアダムスキー型 UFO を比べてみよう。アダムスキー型 UFO、 ナチス UFO。 このハウニウツバイが特に似ている。アダムスキー型 UFO の下にある3つの球形は地面を降りた時に機体を支える膠着装置だとされている。それをカーエスカー砲という大砲に変えてしまうというのはなかなかのセンスである。さらに作品のハウニブ・アインスはパンサー戦車砲を搭載していたことにしてしまうという後付け設定は秀逸である。UFO ダラダダッタンタンダラダダッタンタンナチス製の UFO なんてダンタンタンタカダダンタンタン珍兵器すぎるホラ話すぎるタン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 円盤型航空機ハウニブ、36エンジンで飛ぶというハウニブ、私の心を揺さぶるあなた。もっと冷静になることです。レーザー光線と刺してるらしい、タンタンタン、タカダタンタンタン、すごく速い速6000キロ、タランタランタランタタタタン、オカルト結社のブルー協会が、古代の HE で製造、次から次へと差し出すあなた。信じられないことばかり言うの。もしかしたら、もしかしたら本物かしら。おめでとう。嘘でもいいわ。近頃少し普通の地平に飽きたところよ。あ、普通の珍兵器って何やねん。